お見事。なそうかそうか。どうやしてバレるの？バレてなかったっすね今ね。お。間違えた。お。あでもこれで、はい、これでまた来るんだろ？これでまた来るわね。なるほど。これファイヤーみたいなこと。ドン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 ピーダン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 ピー。いけるねこれ。これ戻るんですか？いや全員殺すでしょ。ぶち殺しやろこれで。これでぶち殺しやろ。ドン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 ピー。うれ来いやー。どこ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 。あ、俺燃えろ。あ、もう一匹いるよ。え、でも一回しか使えないみたい。あ、ダメダメ。逃げよう逃げよう。怖いよー。やばい。やばいやばいやばい。全然見えない。布でまるで見えない。バレるかな。ちょっとちらみ。あ、解放しますね。このパターンを。あ、この。おーおー。あいつ荒っぽいな。あ、決まっちゃった。決まっちゃったよ。開けたら大丈夫。開けても大丈夫。いただきます。おりゃー。もう一匹いますよ。デケ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 ベッドの下の平井。ペレペン。いやー、デレレ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 。決まったなー。さあ気持ちいいっすね。やばい、俺殺戮マシーンになってる。脅威なのは俺の方。なんかまだ声は聞こえない。なんかある。あ、ちゃうんだ。これ隣にちゃう。あの奥に刺さってるやつ取れないですかね。右奥に刺さってる。ベレベー。あ、刺さってるわけじゃなかった。何が。いや、ナイフかなんか刺さってるに見えたんですけど、違いましたね。キーが。キーだ。キー。声は聞こえるよ。めっちゃ声聞こえる。あ、マッチ。マッチか。マッチ。わー言うてるよ。増えたんだ。これじゃねえ。まるまる。下に降りよう。ね。うん、下に。真っ暗だね。やっぱりつけようこれ。いるんじゃない。でも鍵かかってたっけさっき。鍵かかってましたね。鍵かかってました。ここね。ああ。蹴飛ばして開けてんだ。鍵かかってんの。ちょっとそれ。なんか。すごい声聞こえる。そこから外出れますよね。
回は YouTube アーカイブしてますっていうのが出てます。このサイコブレイクももう2回っすよね。そうですね、はい、やってるんで、あのこれ全然状況把握できないっていう方はサイコブレイクの1回目から見ていただければ、50回記念の時に1回目やってるんで、はい、まあ、見てもこのここまでにたどり着いたことしか分かんないですけどね、はい、僕らですらストーリー分かってませんからね。そうなんですよ、そこなんですよね、実は。あ、ボーダーランズ面白いぞって、ありがとうございます。あの YouTube 版のみでボーダーランズの新作をやらせていただいておりますので、そちらの方もぜひチェックの方お願いします。入ってもうすぐあれですかね、明日以降、今まで 1から5回目が平井さんで、明日から僕が、コントローラー握らせてもらう回が始まるんで、ぜひそちらの方もチェックお願いします。プーギーおるやん、プーギー、これプーギーやろ。てんてててん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 、焼けてない。焼けてない。可愛がれるんですか。可愛がってやろう。ほら、うわー、てんてれんてれ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 、なんか取れそうです。ほら、あ、なんか取れる。燃やせる。燃やすってことか。上手に燃えました。でん、ブーン、ブーン、なくなった声で、いや、新しい可愛がり方でしたね。パンパラン、これ行くんちゃう、ヤコか。あれ、テレテマッチがマッチが全然ない。あれ、焼きたいのに、あら、マッチが、マッチがな、ノーマッチ、マッチがノーマッチ、暗いから電気つけよう。あ、え、どこ、本当、あ、本当だ。ナイフもあるんじゃないですか、これ。え、ナイフ取れないですかね、斧とか。取れるっしょ、取れるっしょ、取れるっしょ。あれ、これトラッシュも欲しいですよね。いや、これハンマー欲しいけど。ハンマーいいな。これダメなんじゃない、この時だけ。占有物リタルツーボール用だ。あ、あれ、あれ、ちょっと待って。あら、こんなんに火つけてええんかいな。この小屋もろとも行ってまだこれ。絶対行きますね。これ行くよな、普通。木造ですもんね。うん、これ、お、あ、あれ、あれ。何やった今の。で、特にアイテムがゲットできたりするわけでもない。なんか意識をそっちに持っていかせるためかな。となればですよ。とりあえずやることはないので下に降りて、豚が転がっているので、この豚を、上手に焦げました。ててててて、ブン、焦げた。あ、こいつにもつけよう。あれ、燃えてないっすね。あれ、何今の。難しいな。でもさっきからうめき声が聞こえるの、確か。ずっとうめき声聞こえてるんだよね。うん、うわーうわーって。みんな、あれ、これ何、わーな、あー、来た来た来たー、おはようございます。来たよ、危ない危ないよ、来たよ。どうしようどうしよう、分かった、こっちだ、ね、よいしょよいしょよいしょ、隠れてたんじゃ今。これは絶対バレへんでしょ。ここへ行くと、出たよ、待ったや、このめっちゃわない、この中置く、ね、
いや、すごいひどいやろ、これ。お前、あんな踏んでみないな、このあんで。足もげますね。ゆっくりしていってね。なんか、登ってきとるね、あいつ。頭いい。あら、あら、あら、なんか、罠だらけや。そこにいたら、ゾンビ引っかかるんじゃないですか。なるほどね。それで殴ればいいのか。引っかかってる。罠引っかかってる。アホが。アホ俺。アホ俺。あれ？めっちゃ元気。俺。アホ。せやろ。ツルハシやばいな。ツルハシやばいですね。おらおい。グーパンで殺されへんの。グーパンで。おい。来てますよ後ろ。大滝さんみたいな感じ。いやいやいや。来た来た。ゾンビってこういうのなんか上がるんですけど、こういうとこにいるときはすごい距離詰まってくるんですよ。近づくとすごい距離ですね。そうやな、やっぱ緊張感やろ、緊張感。これバレてんやろ。全然バレてない。全然バレてない、ほら。バレてる、やーい、痛い。まだ上がある。あらあら。分からん。アイテムも見てよ。おマッチも。え、何？これは何なんですか？壊せるのか？これは象徴ちゃうか？象徴。自由の象徴ちゃうか？違いますよ。薬もね。ほら。あ、鍵だ。おお。あ、さっきのとこの鍵じゃないですか、これ。閉まってたところ。うん、大丈夫これ降りて。お腹痛い。行こうか。下にいませんよ。はい。あれ？こいつか埋めてた。ああ、なんかあるあいつや。めっちゃ強そうじゃないですかあれ。完全に下降りた瞬間あれの鎖届けるパーティー。お前な。これもうどうしよう、あの上がってくるやつ。どんだけどついても死なないですね。鶴橋これ隠れてこう。おお、スネーク的な。